どうも平田祐介です。僕のね地元長崎で、そして私と何かしらでね接点がある方のですねお店だったり、そして起業されている方だったりをご紹介する自分の新企画ですね。長崎よかとこ紹介よか県行ってみんね。今回第3回目です。よろしくお願いします。今回ですね、皆さんにご紹介したいお店はですね、長崎県諫早市飯盛町川下にありますお食事処里山川下をご紹介したいなと思います。実はですね、里山川下にはですね2年前だったと思うんですけれども、お邪魔させていただきまして、本当にねもう素敵な一つ一つにね心がこもっている料理をですね堪能させていただきました。まずはですね、店主であります井上正樹さんをですね、ご紹介したいなと思います。井上さんとのですねつながりはですね12、13年前になると思うんですけれども、井上さんはですね以前ですね長崎市矢上町にありましたキッチンうげつというねお店をやられておりまして、その先ほど僕言いましたけども12、13年前にですね私のバンドクオシモードでですねライブイベントをですね開催させていただきまして、それが最初のご縁だったと思います。井上さんとですねそういうご縁でですねお会いしたんですけれども、なんと井上さんはですねジャズが大好きで、そしてご自身もですねジャズドラマーだったんですよね。そこでいろいろとお話をする上で意気投合しまして、今のね、お付き合いがあるという感じです。そこからね連絡を取り合うようになりまして、毎週金曜日に FM 長崎で応援しております平田祐介ミュージックホライズンねゲスト出演していただいたりとか、本当にお世話になっております。そしてまたね長崎市矢上町にありましたキッチンうげつでね番組収録をさせていただいたりとか、お世話になっております。では早速なんですけれども、お食事処里山川下の店主であります井上正樹さんの動画コメントをどうぞ。里山川下、餃子の川下の井上と言います。どうもよろしくお願いします。うちの店はですね諫早市の飯盛町川下という場所にあります。海と山に囲まれたとても素晴らしい場所にあります。なんでこちらの方でお店の方してるかというと、こちらは漁師の自宅なんですね。自宅を改装しまして、お客様を案内できるお店に改装しました。親父の方は和食、私の方が中華なので和の要素も入れながら中華の方がメインにはなるんですけど、そういった地元の食材を使いながらの料理を提供してます。こちらの川下はですね本当に食の宝庫というか、橘にもこちら面してますので、朝に採れた魚はもちろんなんですけど、地元の川下地区の農家さんが作った美味しい野菜とかをたくさん使うことができるので、他にはない料理をちょっと提供できてるんじゃないかなと個人的には思ってます。ちょっとした小旅行的なドライブがてら来ていただければ嬉しいです。こちらの窓から見える景色がすごくやっぱりいいので、食事をしながら景色を見ながら会話をしながらゆっくり楽しんでもらえたら嬉しいです。でうちのお店はですねメニューは中華料理の定食とかがメインにはなるんですけど、川下定食といってお刺身から主菜ご飯デザートまでですねコース仕立てで出す定食もございますので、結構こちらにされる方も多くいらっしゃいます。里山川下とは別にこちらの敷地内にですね倉庫を改装しまして、餃子の工場をですね作りました。実は自分のちょっとした夢だったんですけど、小さな夢が2年前に叶いまして、そちらの工場で手作りの点心を作ってます。でもちろんこちらの里山川下でその餃子とかを召し上がることもできるし、急速冷凍をかけてますので店頭販売もしてます。オンラインショップも作ってますので全国発送もしてます。よかったら餃子の川下ってので検索してみてください。平田君ありがとう。はい、ご覧いただきました。いかがでしたか？お父様の影響で和の要素も取り入れながら、そして井上さんのねベースとなっております中華をね混ぜ合わせた独特な料理が楽しめるかと思います。里山川下というお店の名前にふさわしくですね、小高い山のね中腹にあるといった方が正しい表現かもしれませんけれども、井上さんもですねおっしゃっておりましたけれども、お店からはですね橘湾がですね一望できるというね本当にね素晴らしいロケーションの中にお店はあります。お店自体ですね国道から離れておりますし、そして街中のね喧騒を忘れてねお食事をですね楽しめる場所にありますし、静かで落ち着いた時間がですね過ごせる空間となっております。また夜は夜でですねライトアップがされますので、またね昼と夜とねまた違った風景が楽しめるかと思いますよ。餃子の皮しもなんですけれども、僕もね堪能させていただきましたよ。その味もですね非常にですねいい味でしたよ。生姜がね入ってるんですよね。だからねそのねさっぱりとしてねいただけますし、またね生姜と餃子やっぱり合うんですよね。で今からこう梅雨を迎えるわけじゃないですか。ちょっと食欲がね落ちた時でもですね美味しくいただけるね、もう今からねもう本当にね食欲がそそられる餃子だと思います。シューマイ、そして水餃子オンラインで手に入れることができますので、長崎の方以外もですね全国の皆さん詳しくはね後ほどお伝えしますけれども、そちらの方でも堪能なさってみてください。井上さんもですねおっしゃっておりましたけれども、定食がねやっぱり一つのメインでありまして、その中でもですねお店の看板メニューである川下定食、本当にお魚好き長崎にいらしたらねやっぱお魚はメインだと思うんですよね。そのお刺身がメインとなっている川下定食ご堪能ください。地図とかもねちょっとこんな感じで出しておりますので、ちょっとご参考になさってみてはいかがでしょうか。もちろんね駐車場もね完備しておりますので、こんな感じでねそんなにね台数は止められませんけれども、お店の中もね少数の方々が楽しめるね本当にちょっと VIP なね空間が広がっているお食事処里山川下です。最後にですねこれ本当に大切なことなんですけれども、ご連絡をして予約を取ってから里山川下を向かってくださいね。飛び込みで入っちゃうとなかなか入れない、ほぼ入れないと思っていただいた方がいいかもしれません。ですので是非ね予約を取ってから里山川下行きましょうね。さて、お待たせいたしました。今回もですね井上さんから嬉しいことに特典をいただきましたよ。この動画を見てくださっている方もちろん限定です。今回の特典はですね先ほども僕おすすめしました川下定食をご注文していただいた方のみですね、合言葉は平戸の動画見たよとおっしゃっていただければですね、なんと井上さんの点心がですねついてきますよ。なので井上さんの点心もう本当にねほっぺた落ちますよ。それぐらいね美味しい点心がついてくるということで、平戸の動画を見たとおっしゃっていただいて点心ぜひゲットしてくださいね。今回第3回目になります。長崎よかとこ紹介、よか県行ってみんね。長崎県諫早市飯盛町川下にありますお食事処里山川下のご紹介でした。それではですね私からも短い曲のプレゼントをしたいなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。この動画に対するいいね、そしてチャンネル登録はこちらから。ご視聴ありがとうございました。